平安とでから今日はスポーツ担当の森本キャスターです。こんばんは。今回は世界のダンスで旅行気分の第2弾です、はい、コロナ禍で海外旅行に行けない中、少しでも旅行気分を感じてもらおうと世界のダンスを紹介する企画です。1回目はフラダンスでしたね。はい、こちらですね、はい、あの時はステップに苦戦したんですが、うん、最後は優雅に踊ってハワイを満喫しました。そうでしたね、はい、2回目の今日は情熱の国スペインのフラメンコに挑戦しました。フラメンコはスペイン南部アンダルシア地方が発祥の情熱的な踊りです。大阪門真市のこちらの教室で体験させてもらいました。まずは生徒の皆さんにフラメンコの魅力を聞きました。何とも言いようがない高揚感に包まれるところです。普段の自分っていうのは抑えているところがあるんですけど、全く違う自分で表現できるところです。ご年齢聞いてもいいですよ。65歳です、やっぱり若々しく健康維持にも役立ちますし、生きがいにもなります。フラメンコ歴30年以上の松本真理子先生は、本場スペインのコンサートでメインを務めたこともあるプロの舞踏家で、全国から生徒が集まるカリスマ講師なんです。フラメンコの魅力は一言で言うと元気になれる、うん、体中からこうなんかエネルギーがふつふつふつっと湧き上がってきて、なんか自分の中に眠ってる何かが目覚めてくるんですよ。目覚めてくるんですか、はい、ここで牛田さんに問題です、はい、前回挑戦したフラダンスは振り付けで波や山を表すことで自然への感謝を表現していましたよね。そうでしたね、はいはい、山も表現してましたね、うん、それでは、はい、フラメンコの踊りは何を表現していると思いますか。何でしょう。元気って言ってたから情熱的ですしね。お、情熱なんなん。正解は、はい、フラメンコの特徴は、曲種によって苦しみや悲しみ、喜びといった感情を表現していくことです。苦しみも表現してるんですね。いろんな感情を、はい、例えばこの曲は指先の動きや表情で死の苦しみや悲しみを表現しています。一方こちらの曲では喜びを表現しています。表情も豊かですね。感情を表現することで自分の中に眠る情熱が解き放たれる、それこそがフラメンコなんです、うん、いいやん。ではフラメンコのご指導よろしくお願いします。スパルタでいきます、はい、頑張ります。今回は松本先生が50秒の振り付けを考えてくれました、はい、1時間のレッスンで実際に演技をしてみます。1時間でいけるかな。いけるもんですかね短い時間だったんですが、はい、実際はスパルタではなくとても優しくレッスンしていただきましたそうすごい。あ、できる。あ、いいね、いい。難しかったのがこの滑らかな指先の動きです、うん、フラメンコはね、指先に感情を込めてね踊るので、これを入れないとちょっとフラメンコ舞踊にならないので、指先で感情、指の先まで感情が、そう指の感情で悲しみだったり喜びだったり自分の表現で書いていくんです。へえ。そして今回はフラメンコを満喫するための振り付けも。二宮さん何か分かります、うん、何でしょうね。この振り付けは何でしょう。スカートスカートを振ってますね。これ正解、闘牛士なんです。スカートを使って闘牛を操っているイメージです。ここに牛がここ通るのイメージ、はいはいはい、牛が来ると、はい、ひらっと出す。練習はいよいよ大詰め。頑張れ。自己主張しなきゃいけない、はい、フラメンコ堂々としっかりと自分を表現して、自信を持って、はい。1時間の練習で私の中にもふつふつと何かが湧き始めました。何か湧いてきましたか会場はかっこよく堂々と、ね、余裕を残して、そうです。
何回か踊ると自信がちょっとついてきました、うん、本番も楽しみにしてくださいメイクを施しいざ本番へ。おお、どんなんでしょう。バモスあバイラール。おお、本さんですか。かっこいい。いい感じですよ。ね、ここまでは。はい。オラケタル。松本先生が特別にスペイン人のボーカルとギタリストを呼んでくれました。おお、本格的、うん。あとは笑顔で。もう自分が感じたまま踊ってくれたらいいんですよ。はい、解放して。解放するように、はい。そうです、そうです。わかりました。それでは実演。生演奏の単語で喜びを表現します。皆さんも一緒にスペイン旅行の気分を味わってください。バドリード、バルセロナいろんなところに行きましたよ。ステップは力強く。この振り付けは上級士ね。はい、おかっこいい様になってますね細かいミスはありましたが自信を持って踊りました。退場する時も堂々と余韻を残してみました。いい表情でしたよ。ありがとうございます。先生、私の踊り採点してもらえますか。1時間のレッスンでこれだけ踊れたら200点差し上げます。素晴らしかった。うん、よくできた、よくできた。ありがとうございます。あれだけね踊れたらね立派です。メイクをしていただいて鏡を見た瞬間に別人だと思って、そうでしょ。はい、その瞬間からちょっとスイッチが入って開放的に力強く踊ることができました。よかったよかった。はい、ありがとうございます。最後も皆さん情熱的に。スペインを満喫。エアンフラメンコ。バモー。バモー。元気。皆さん解放してますけれども、はい、あの映像ね、こうなんか見てるだけで、ね、自分も何か目覚めそうな。そうです。ちょっと前のコマーシャルみたいな感じもありましたけど、なんか目覚めました。やっぱり本当に振り付け通りに踊るのももちろん大切なんですけども、うん、もし間違えたとしても新しい振り付けになってそれが個性にもなるということで自由に踊ってくださいと言われたので、うん、本当に開放的になりましたね。生徒の皆さんもすごく生き生きと、ね、自信を持ってやってらっしゃる姿がすごく素敵でしたよ ね、はい、皆さんもぜひフラメンコを挑戦してみてください。エイアントリカルでした。